こうシュートとともに、まあ、いいコンディションになったらね、十分、内容を残せるバッターですから。一、二塁間破りました。大島が出ました。一昨年は3割をマークして盗塁王に輝く大ブレイクしました。大島は昨年の10月に左の膝を手術しました。したがってキャンプはスロースタートでした。うまく合わせた。今日2安打です。大島だけが西からヒットを打っています。こういうバッティングをしていけば今シーズンも3割は打てますね。はい、十分打てますよね。完全復活とは簡単には言ってはいけないと思うんですね、これだけのピッチャーですから、はい、三塁線破った。高めのストレートを上から叩きました。大島今日3安打いいですね。いいですね。大島選手は、はい、大島の状態は上がってきました。だから数字そのものをこう球速ですね、今日のスピード、はい、非常に